Under my administration, we're fighting against the lobbyists, the special interests, and the corrupt Washington politics. After I'm funding my campaign. And the nice part about me, I don't want anybody's money. 彼は民主党、共和党の両方を敵に回した。The Democratic Party rigged the nomination. The Republican Party is not being run properly.それでも2016年の選挙で勝利することができた理由の一つが彼のアンチエスタブリッシュメントなスタイル。これは既存の秩序や政治体制、既得権益層に反抗的なスタンスのこと。They're all part of the same corrupt political establishment. 彼は既存の政治体制は腐敗しており、政治家、大企業、ロビースト、メディアはズブズブだと主張する。 So we're dealing with a corrupt system.そしてポリコレのガン無視、単語レベルの低い演説、さまざまな言動で親近感を与え。They attack my hair. My hair, it's mine. Come here. Would anybody like to inspect? ビジネスマンであり、政治家ではないと主張することで、腐敗した奴らの仲間ではないとアピール。You know, I'm not a politician. I'm self-funding my campaign. 起業家として成功したことを前面に出し、奴らと違って金にはなびかないと主張する。And the nice part about me, I don't want anybody's money.一つ一つの主張、行動、キャラ付けが彼のアンチエスタブリッシュメントな救世主としてのイメージを植え付けた。そしてそれが既存の政治体制に大きな不満を持つ白人労働者階級に熱烈に支持された。彼がエスタブリッシュメントの象徴と呼んだヒラリー・クリントンは敗れ、ドナルド・トランプは晴れて大統領になった。実際に彼のアンチエスタブリッシュメント的な発言が有言実行されているのか、少なくとも既存の体制に風穴を開けようとトライしたのか、要はトランプ氏が言うこととやることには一貫性があるのか、そこを見ていく。賛否はあれど、確かに彼もいくつかの功績を残した。両党を攻撃し、ヒラリー・クリントンの半分にも満たない資金を調達した状態で2016年の選挙に勝利。その後の4年間でもいくつかの国から軍を撤退させたり、薬の値段低下への一歩を踏み出したり、貿易において複数の変化をもたらした。それを踏まえた上で以下を見ていく。2016年に彼が大統領として当選するために頼った男が、まずロジャー・ストーンだ。19という若さであのウォーターゲート事件に関与し、金銭を受け取った彼。リチャード・ニクソンのどんな手を使ってでも勝つというメンタリティを継承した卑劣なペテン師として知られる彼の長い政界での活動は語り草だ。ロナルド・レーガンを大統領にするために選挙チームで活動していた彼は、その他2人のインサイダーと協力して、かの最強のロビー会社、ブラック・マナフォート&ストーンを設立した。彼ら3人は選挙での勝利、レーガン大統領の誕生に大きく貢献した。なので今度は彼らがロビーストとして、大統領に口利きしたい大企業、億万長者から、レーガン大統領へのアクセス料として大金を巻き上げる。大統領選で大統領を当選させ、その後すぐにロビーングに転身するという当時越えてはならない一線だった行為を悪気もなくやってのけたのだ。トランプが頼ったもう一人の人間がポール・マナフォートだ。彼も20代でジェラルド・フォードの大統領選に関わるなど若くして頭角を現し、先ほど言ったブラック・マナフォート・ストーンの発起人となった。そしてこのロビー会社は国内での直接的なロビーングに飽き足らず、フィリピンの独裁者ファーディナンド・マルコス、アンゴラの反乱軍リーダージョナス・サビンビのような人間をクライエントに抱えるようになった。Trump, who says, I'm not playing that insider game. I'm not about the establishment. I know what it is. I'm the opposite of that. You are as connected to the insider game. How can you be the antidote or anything to help Trump when you seem to go against his main message? Depends on who you talk to, if I'm part of the establishment or part of the anti-establishment.一つ例を挙げるとすれば、コンゴ民主共和国のモブツ・セセセコとの関係だ。彼は政治腐敗により貧困化が進む国の経済を崩壊させながら、自らは多くの富を蓄えた。また殺害、法的根拠なしの逮捕やレイプ、誘拐に拷問と人権侵害を繰り返した。ブラック・マナフォート&ストーンはその独裁者から億を超える金額を受け取り、モブツのイメージ回復やアメリカからの軍事物資の援助等に貢献した。その他、ロジャー・ストーンもポール・マナフォートも脱税と複数の容疑で有罪判決を受けている。トランプ氏は実際に政権を取るために現実的な判断をし、ロジャー・ストーンとポール・マナフォートという経験もコネもある有力な人間を選んだだけだということもできるだろう。
ただ、こうしたアンチエスタブリッシュメントで政治腐敗を頻繁に主張しながら、力を借りるのがその政治腐敗の象徴のような人間であるというのは、彼の反体制的なスタンスは票を得るための見せかけに過ぎないと騒がれても、文句は言えないだろう。大統領として当選した後も、彼はマイク・ペンスを副大統領に任命した。どこからがエスタブリッシュメントで、どこからがアウトサイダーかという曖昧さはあるものの、マイク・ペンスはエスタブリッシュメントの沼にどっぷり浸かった人間とも見て取れるのではないか。You know, I'm not a politician. I'm self-funding my campaign. A lot of people are very upset about that because people want to give money. Because when they give money, they control the guy that runs for office.こういった発言はロビーイング企業や保守派として多額の金を政治に流すコック兄弟と強いつながりを持つマイク・ペンスの存在とは相容れない。そしてこれが彼の政権移行チームだ。エスタブリッシュメントの一部として政治の奥深いところで活動してきたロビースト、政治コンサルタントと呼ばれる人間が十分な数含まれている。そして選ばれたロビーストのうちの多くがリボルビングドアロビーストだ。リボルビングドアとは法の制定等に関わる政府の人間が民間セクター、特に官僚時代担当していた分野に関係する仕事を政府外、企業等で担当すること。この政府と民間の出入り、行き来のことを言う。立法に影響を及ぼせる人間が、同じ分野で政府と企業を行き来して、両方で人間関係を築くことが政治腐敗の温床になり得ると理解することはたやすい。また、2016年のトップロビーストとして、トランプ氏が敵視するエスタブリッシュメントの一部である、多くの大企業を顧客として活動するロビーストも含まれている。政権移行チームというのは多少流動的であるとしても、トランプ氏のアンチエスタブリッシュメントなスタンスとは整合性が低い。そして実際にトランプ政権が発足して以降も結局これだけ多くのロビーストが出入りしている。彼らは政権での仕事を担当後ロビーストに転身したか、元ロビーストとしてトランプ政権で勤めた人間たちだ。戦争という面においても確認する価値はある。それは軍産複合体という言葉が生まれた国アメリカのエスタブリッシュメントには戦争を好む人間も多いからだ。軍事行為に際して軍事車両や武器、軍事キャンプで使用する食料や日用品等を供給するため、政府と契約して多額の利益を得る請負業者、自らのクライアントを請負業者として政府に選んでもらおうと活動するロビースト、請負業者を決定し、その企業の株を買い、キャピタルゲインを享受する政治家。こうした行為は確かにエスタブリッシュメントに存在する。トランプが繰り返し主張してきた軍を撤退させ、戦争をやめるという行為は確かにアンチエスタブリッシュメントと言えるだろう。2002年、彼はイラク戦争を支持する趣旨の発言をしていたことが判明している。だが大統領になり、実際に彼はどれだけ軍の撤退に尽力したのだろうか。例えばアフガニスタン、2020年にトランプ氏は軍の撤退を開始、2021年には完全撤退が完了している。ソマリアからもほぼ完全に撤退している。ただこれは兵士の帰国を意味するものではない。ソマリアを撤退する兵士の多くは周辺国家に配属となった。シリアやイラクのような国からは確かに数千の兵士を撤退させている。だがその代わりにイランへの牽制のためペルシア湾に駐在する兵士は増えた。またこのツイートの後も自らが任命したジョン・ボルトンやイスラエルのネタニヤフに説得され、結局兵士はシリアに残ったままだ。また2020年にドイツから1万2000の兵士を撤退させる計画を発表した彼だが、結局その計画も兵士を帰国させるわけではなく、ヨーロッパの周辺諸国や国会への移動が大半であった。もちろん軍をある国から撤退させるという行為は大統領の権限のみで決定できることではない上、多くの抵抗もあっただろう。だが撤退させる姿勢はところどころ見せているものの、結果は振るっていない。多くの撤退が2020年という大統領選近くになってアナウンスされたことも人気取りのパフォーマンスだとして見られる一因だ。彼はアンチエスタブリッシュメントとして現在の政治システムをこう批判する。 They're all part of the same corrupt political establishment.So we're dealing with a corrupt system. How this corrupt establishment works, where politicians meet in secret with the big banks, collect massive sums of money, then betray the American worker. そして彼は民主党、共和党両方を批判して、自分は違うと主張する。 Well, Jeb Bush is totally controlled by the people that gave him that money. And the nice part about me, I don't want anybody's money.
I'm self-funding my campaign. 彼がその中でもよく批判の矛先を向けていたのがスーパーパックスだ。You better get rid of the super PACs because they're causing a big problem with this country. Not only in dishonesty and what's going on, but also in a lot of bad decisions that are being made for the benefit of lobbyists and special interests. スーパーパックスとは独立系政治活動委員会の一種で、企業、団体、個人から無制限に資金を集め、特定の候補者を有利に立たせたり、あるいは不利な状況に置くために上限なく資金を費やせるシステムだ。実際には E メール、手紙、ビラ配り等の政治広告からテレビや SNS における宣伝、イベント開催や動向分析等に使われている。2016年の大統領選、ヒラリー・クリントンは彼女自身、そしてスーパーパックスを通して1500億円調達した。スーパーパックスを批判していたトランプはどうか。彼は大統領選初期は確かにスーパーパックスや巨大ドナーからの資金提供を拒んでいた。だが次第に選挙レースが大詰めを迎えるにあたり、メガドナーに頼り、スーパーパックスを許容するようになっていった。さらに2020年の大統領選では、彼のアンチエスタブリッシュメントの色がさらに薄れたように感じる。トランプ政権で中小企業庁長官を務めていたリンダ・マクマホンが招集され、アメリカ・ファースト・アクションのようなトランプを応援するためのスーパーパックスが複数活動している。このアメリカ・ファースト・アクションは200億近く集めた。そして今年の大統領選挙、彼は他のどの共和党候補者よりも圧倒的に資金を調達している。資金調達を控えていた2016年の大統領選の同時期に比べて10倍以上を集めている。そして2016年は共和党、民主党両方を批判しながら議員になったのに対して、現在では共和党エスタブリッシュメントからの多くの支持を獲得するようになったと報道されている。この薄れたアンチエスタブリッシュメントの結果、彼の盤石さが増していると見る専門家も多い。だがそれは彼の主張とは相反する。実際に個人の資産だけで選挙を進めていくということは極めて大変なことである。現実的ではない。それは彼自身も分かっているだろう。なので有権者も彼のこういった発言は真に受けるべきではない。2017年12月にトランプの下で成立した税制改革法は、法人税率を 35% から 21% に削減することによって、アメリカ経済を刺激することによる経済成長や雇用の創出を目的としていた。そして彼の支持者基盤である労働者へ年間50万円の増収という形でトリクルダウンすると政権は予測した。そして改革後数年、企業の利益が多少上昇し、政府の法人税収入が30兆円と大幅な減少を記録。それが実際に労働者階級にトリクルダウンしたのかというと怪しい。アメリカシンクタンクの試算によると、減税による実質 GDP 成長率の押し上げは今後10年で 0.0 から 0.3% 程度と小さい。またこの法人税率の引き下げの大部分は、より広い経済への還元ではなく株主へと還元されていると言われている。国際通貨基金によると、大企業は追加のキャッシュフローの約 80% を株式買い戻し、配当及び他の資産計画調整に使用しており、主に裕福な個人と外国の投資家に利益をもたらした。恩恵が富裕層に偏っていると示す例は他にもある。この税制改革により、最高限界所得税率が 6.6% 減少、法人税率も 40% 削減されたことで、株式や投資信託を大量に保有する富裕層の資産増加に貢献した。タックスポリシーセンターの試算では、2018年時点で手取り収入が全体平均の 2.2% の増加を記録した。だが裕福な世代ほど手取りの増加率が大きかったという結果が出ている。アンチエスタブリッシュメントを主張し、白人労働者階級の支持を得た彼だが、彼の改革の恩恵は労働者ではなく富裕層に偏っている。だがこういった経済政策の効果に対しては賛否両論あり、これといった確実な正解がないという点には留意したい。トランプ大統領の税制改革に含まれるオポチュニティゾーン税制優遇措置、この優遇策は経済的に苦しむ地域、オポチュニティゾーンへの投資を促し、住宅やビジネス、雇用の増加を目的としていた。投資家はこれらのゾーン内のプロジェクトへ投資することで、キャピタルゲイン税の支払いを数年間延期でき、これらのプロジェクトからの利益は連邦税から免除される場合もあった。オポチュニティゾーン、hottest thing going、providing massive new incentives for investment and job creation in distressed communities。 現状は少し違う。財務省が承認した約8800のオポチュニティゾーンには約3100万人が住んでおり、そのうち約3分の1が貧困状態にある。
しかしそのゾーンの多くは開発がすでに進み給与も上昇している裕福な地域を含んでいるか、そういった地域に隣接している。そして当然休婚したエリアではなくオポチュニティゾーン内の必ずしも支援を必要としないそういった裕福な地域に投資が集まってしまっている。トランプの家族や顧問、その他レオン・クーパーマンやシドニー・コールといったエリート投資家たちがこの制度の初期の恩恵を受けている。その一方、本当に支援が必要な低所得地域や労働者階級の家族はこの税制改革の恩恵をほとんど受けていない。その他にも精査が必要な彼の政策は複数ある。ドナルド・トランプの評価は難しい。既存の政治システムが腐敗していることは言うまでもない上、その体制に抗うということは極めて難しいことだ。外から来た人間がそれを破壊するためには、一度中に入り込んで中から切り崩していく手段が有効だろう。そのためには中に入り込むために一時期の間そのルールに迎合する必要性も出てくるだろう。なので 100% 彼を嘘つきだ、エスタブリッシュメントの一部だと批判するつもりはない。ただ彼の真意はわからない。真のアンチエスタブリッシュメントとして現体制を本当に変えていく意思があるのか、それともあのアンチエスタブリッシュメントなスタンスは彼が大統領になるための手段に過ぎなかったのか。今のところ後者に可能性を感じる。もしくは彼は敏腕のビジネスマンだが政治家として国を進めていく力はなかったか。ただそれだけのことだ。